動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人があなたに伝えようか悩んでいることはというテーマで、あなたが今気になっているお相手の方があなたにね、こう伝えようかどうしようかというふうにですね、悩んでいること、それがですね、一体どういったものなのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回もですね、3択リーディングということでカードを3種類ご用意させていただきました。選択肢としては左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのねカードについてお伝えしていきますと、まず A ですね、 A はオウムのカードになっております。そして B ですね、B はライオンのカードですね。そして C ですが、 C は馬のカードになっております。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのオウムのカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい、今回はあの人があなたに伝えようか悩んでいることはというテーマでね、あなたが今気になっているお相手の方があなたにね伝えようかどうか悩んでいることですね、それが一体何なのかというのを見ていきたいと思います。はい、こちらのカードが出ました。今回ですね、カードといたしましては、上のカードがお相手の方があなたに伝えようかどうか悩んでいることを表しています。そして下のカードですが、こちらはですね、お相手の方が今後ねどういった行動に出るのかということを表すカードになっています。はい、ではですね、早速ですね、出たカードを見させていただきます。はい、はい、ではですね、早速ですね、リーディングをしていきたいと思いますが、まずはじめにですね、今回出た結果をね見させていただいたところで言うと、そうですね、お相手の方がですね、思い描いている姿というのがですね、今回そのね伝えようかどうかっていうところに出ていてですね、どうしていきたいというふうに思っていらっしゃるのかっていうと、お相手の方が、なんでしょうね、率先してというかね、二人の関係を牽引していきたいみたいなことを表すカードが出ているんですね。で、現状としてはもしかしたらその役割を担っているのはあなたの方なのかもしれないですけれども、本当はね、お相手の方が積極的に動いて、積極的に関係を動かしていきたい。そういうふうに思っていらっしゃるっていうのが出ているんですね。で、まだそれが実現しきれていない部分があって、そのための、なんでしょうね、準備というかね、実際に自分があなたとの関係を良い方向にね導いていけるような立場になるために、今後ね行動を起こしていこうというふうにも思っていらっしゃるんじゃないかなというのが出ているのでね、決してその伝えようかどうか迷っていることがあなたにとってすごくネガティブなね、内容ではないというのが出ているので、このあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね、まず上のカードを見ていきたいと思います。こちらがですね、お相手の方がですね、あなたに伝えようか迷っていることを表すカードになりますが、まずこちらのね、カードから見ていきます。はい、このカード、ハンターというね、カードになります。ハンターというのは狩人っていうことなんですけれども、このカードはですね、目的地にたどり着くというね、意味のカードになっているんですね。
目的地にたどり着く。だから、まあ、あなたをね目的地に、連れて行きたいというふうに思っていらっしゃるわけですね。まあ、もちろん、まあ、2人の中でね、何かこう行こうと思っている約束の地があるのであれば、そこにあなたを連れて行くっていうのを、まあ、そこに含まれたりもしますけれども、そういうというよりかはね、どちらかというとこう2人が目指している関係に自分が、まあ、あなたを連れて行くというようなイメージですね。うん、だから自分が2人の関係を発展させていき、あなたをそのね、幸せな状態にしていきたいとかね、満足させられるようにしていきたい、まあ、そういった、まあ、2人の目指すところに、まあ、自分がね、まあこう率先して動いてですね、うん、導いていきたいと、そういったですね、まあ、お気持ちを表すカードになります。ですので、まあ、能動的であったりね、積極性を表すカードが出ているんですね。で、加えまして、こちらですね、はい、このカードをですね、アクションというカードになります。まあ、こう、行動ですね、行動という意味のカードになりますけれども、ただただね、そういった、まあ、目標を掲げるだけじゃなくて、じゃあ目標を達成するためには実行ですね、行動を起こしていかなくてはいけない。だからその行動を一つ一つ起こしていこうということで、まあその行動を起こす前にね、まあ伝えようかどうか悩んでいるっていうことですので、それをこう宣言してから行動を起こしたいと思っていらっしゃるんだと思うんですね。うん、これから自分はあなたに対してこういったことをして、2人の関係をこういうふうにしていきたいですっていうね、なんかこう宣言であるとか、まあ、計画をね、あなたとこうシェアするとかですね、まあ、そういったことをしていきたいんだけれども、それを伝えるかどうか悩んでいるっていうことは、まだその実行をですね、まあ、計画を進められる状態ではないということなんですね。だから先を見据えてはいらっしゃるんですが、そのね、先に進めるタイミングとして、まだお相手の方の準備が整っていないので、伝えようかなどうかなって、まだ伝えない方がいいんじゃないかなと、今伝えてもあなたに期待だけをね、こう与えてしまって、なかなか進めなかったら、その、ね、期待からの、ね、まあ、落胆、そのギャップを、ね、作ってしまうから、今伝えるべきかこうどうかっていうのを、まあ、悩んでいらっしゃるっていうことですね。うん、だから決してなんかこうネガティブなね、あなたにとって辛いことを伝えようかどうかっていうことを悩んでいるわけではなくてね、先のことを伝えたいんだけれども、そのタイミングとして今なのかっていうことに悩んでいらっしゃるわけですね。うん、で、次ですね、このカードを見ていきます。はい、まあ、このカードはですね、抱きしめるとかですね、受け入れるという意味のカードになります。まあ、これはまあ全てを受け入れるという意味のカードで、まあ、あなたとね、これから共に過ごしていく中で、もちろん良いこと、楽しいこととかは受け入れやすいけれども、まあ、どんなことでも受け入れていくということですので、まあ、辛いこととか苦しいこともそれも受け入れてですね、うん、そして、まあ、乗り越えていきたい、というふうに思っていらっしゃる。だから、どんなことが起こっても、あなたとは一緒に、進んでいく、歩んでいく、まあ、覚悟をですね、まあ、それもあなたにこう、示したいと言いますかね、伝えたいと思っていらっしゃるわけなんですが、それも、まあ、悩んでいるということは、今が伝えるべきタイミングなのかな、っていうことに、まあ、ちょっとこう、頭を悩ませていらっしゃる。もう少し自分自身の安定した状態を掴んでからですね、伝えた方が良いのではないかということですね。うん、まあ、そこを悩んでいらっしゃるということになります。はい、そしてですね、最後こちらのカードを見ていきますが、はい、ハッピーソウルという、ね、カードになります。まあ、楽しい思いという意味のカードになりますけれども、このカードでね、まあ、一番印象的なのはこの日が昇る瞬間を見ているところですね。だからこの日の日が昇る瞬間っていうのは、まあ、夜明けですね、夜が明けてこれから朝になっていくということで、まあ、夜という、ね、状況に関しては、まあ、暗い、ね、状態なので、まあ、その人にとって苦しい状況であったり、辛い状況であったり、まあ、あとはね、なかなかこう報われない状態とかを表すことが多いんですけれども、それがまあ終わりを迎えるということですね。苦難の時を乗り越えた後に実際に行動を起こしていく、目標に、まあ、目標というか目的地にですね、たどり着くための行動を起こしていこうというふうに思っていらっしゃっていて、夜明けのタイミングで、ね、お相手の方が今感じている辛さであったりだとか、まあ、ちょっとこう厳しい現実を乗り越えた時に、あなたに対してはもうね、何もこうためらうことがなくなって、しっかりと今、
ここのねカードでお伝えしたようなことをあなたにちゃんと伝えてから行動に起こし目的地に連れていく、そういった形でね、考えていらっしゃるのかなというふうに思います。だからその伝えるタイミングとしてはお相手の方がもしね今ちょっとこうなかなかね自分らしさを発揮できない状況であったり、自由な時間をねつかめていないのであればまだ夜明けとしては迎えられていない、夜の状況ですね、すごく忙しかったり何かに打ち込まなければいけなかったり何かに追い詰められているような状況ですね。それはまだ夜ということですので、その夜が明けた時にあなたに対して伝えようというふうに思っていらっしゃるわけですね、まだ辛い状況の中であなたにそれを伝えたとしても、伝えたいんだけれども伝えたとしてもそれはなんかこうね、先ほども少しお話ししましたが期待だけを与えてしまう。で結局ね期待をさせておいてなかなか実現できなかったらあなたからの信頼も損なってしまうし、あなたを悲しませることにもなるし、二人の関係もちょっとこう気まずくなってしまう。だから伝えることが全ていいことではないっていうふうにも感じていらっしゃっているので、しっかりとしたタイミングであなたにはお伝えしていこうというふうにですね考えていらっしゃるのかなと思います。でですね、次に下のカードに移っていきたいと思います。こちらはね、今後お相手の方があなたとのね関係のために起こそうと思っている行動ですね、それが一体何なのかということを見ていきたいと思います。ではですね早速それぞれのカードを見ていきますが、こちらからお伝えしていきます。このカードですね、ワンドの7というカードになりますけれども、このカードのね、意味の中にはですね、有利な展開、有利不利の有利ですね、有利な展開であったり積極果敢に挑んでいくという意味のカードになります。ですので、目の前にある困難に対してそこから逃げるんじゃなくてね、むしろぶち当たっていく、ぶつかっていくイメージですね。ぶつかっていって逃げずにね立ち向かい続けて有利な展開を作り出していきたい、そういうふうに思っていらっしゃるわけですね。だからたとえそのあなたとお相手の方の恋に関してね、例えば邪魔をする人であったり、その二人の関係を、なんでしょうね、こう嫉妬している人がいたりね、悪い方向に導こうとしている人がいたり、反対する人がいたり、批判する人がいたりですね、お相手の方を奪おうとしている方がいたりですね、そういった状況があったとしても、それに立ち向かっていってね、あなたとの恋が進めやすい有利な展開を作り出していこうというふうに思っていらっしゃるわけですね。だからあくまでもお相手の方が進めたいというふうに思っているのはあなたとの恋ですね、他に誰かではなくあなたとの恋を進めていきたい、そういうふうに思っていらっしゃるというカードになります。そして次のねこのカードになりますが、こちらのカードはですね、ソードの6というカードになります。で、このカードが持っている意味としては、進路変更という意味のカードなんですね。進路変更というのは、今まで進んできた道を変えるであるとか、今までの自分の考え方、スタイルを変えるということなんですね。そうすることで、さらに先に進んでいけるようになるという意味のカードですので、今までに固執するんじゃなくて、新しいものに挑んでいく。だからこれも挑むということに関しては、似ているカードなんですけれども、あなたとの関係をより良くしていくために進路を変更する。今まで進んできた道を変えるであるとか、今までいた場所を変えるであるとか、環境を変えるであるとか、状況を変えるであるとか、人付き合いを変えるであるとか、もうとにかくいろんなものを、こう柔軟に変えていくということですね。だから、そのためにね、あなたとの関係を進めるために何かね、今までのものから違うものに変わって変えようとしていかれるかもしれないですけども、それはあくまでもあなたから離れていくアクションとして起こそうとしているわけではなくて、あなたとの関係を進めるために起こしているアクションだということですね。だからもしね、今後お相手の方が何かこう環境を変えようとね、していらっしゃるとするならば、それはあなたにとってもですね、ネガティブな方ではなくて、より二人の関係をですね進めるためには必要な変更として、やられていくだけなのかなと思います。で、そういった形で、ちょっとこう環境とか進むべき道をね変えるんじゃないかっていうふうにお伝えしましたが、そうすることでね、こちらのカード見ていきますが、このカードですね、ソードのキング
というね、カードになります。はい。でこのカードはですね、まあその冷静な判断力であったりね、決断力が高まるという意味のカードなんですね。すなわちお相手の方、先ほどもありました進路変更ですね、進路を変えることで今よりも格段に判断力や決断力がね高まっていくようになるということなんですね。今はまあその判断力とか決断力がないというわけではないんですけれども、ちょっと優柔不断な状態でいらっしゃるのかなと思うんですね、このカードが出ているということは。でもその状態から進路を変えるということで、優柔不断だったお相手の方が何かこうきっぱりと決めてくれるようになったり、重大な決断を下してくれるようになる。そうすることで2人の関係が進んでいくようになるんじゃないかなということでね。だからこの進路変更というのは2人の関係においてもプラスのね影響をもたらすような変化になるんじゃないかなと思います。はい。今の状況だとあなたとの恋にちょっと集中しづらいんだと思うんですね。だからそれをこう変えるということですね。そこにこだわり続けるんじゃなくて変えていくというふうにまあ考えていらっしゃるということですね。で最後こちらのカードを見ていきますが、はい、このカードはですね、お金への憤りを手放すという意味のカードになります。お金への憤りですね。まあこれはですね、まあお金に対してね何かこう怒りを示しているというよりかは、お金のために何かをしなければいけないとか、何かをし続けなければいけない、その状況にすごく憤りを感じていらっしゃるわけですね。だからその状況から解放されたいという気持ちになります。お気持ちをね表しているカードになります。例えば今はお金のためにね、もう全てを犠牲にして仕事をしなくてはいけないとかね、なんかこう支払いの問題があるのであれば、その支払いの問題をね、解決しないことには何もね新しいことができないから、もうとにかくお金のために動く、そういった状況にすごくこう不満を感じていらっしゃるわけですね、お相手の方。だからその状況から一刻も早くね、逃れられるようにいいですね。まずはお金に関するもう問題といいますかね、トラブルを解決していこうというふうに思っていらっしゃるんじゃないかなと。でそのお金への憤りを手放すためには進路変更というのが必要なのかもしれないですね。今よりも何でしょう、こう収入の上がるとかですね、何かこう別の仕事を増やして収入源を増やすとかですね、まあそういった形でとにかくこのお金への憤り、お金のために動かなくてはいけない今の自分というものがあなたとの恋を進めるにおいてはちょっとこう妨げになってしまっている、まあ、遅延を発生させてしまっている原因にもなっている可能性がありますので、まあそのお金への憤りを手放せるように早くなりたいというふうに思っていらっしゃる。ではこのお金への憤りが手放すことができれば、あなたとの恋においてその有利な展開が訪れるというふうに思っていらっしゃったり、その時にはね、あなたとの関係における重大な決断も下せるようになる。まだこのお金への憤りがある状態、お金のために何かをしなくてはいけない、動かなくてはいけないという時には優柔不断なままになってしまうので、一刻も早くまずはここをクリアしていきたい。そこからまあ何でしょうね、こう脱却できるようになっていきたい。まあそういうふうに思っていらっしゃるわけですね。そうなっていけば、あなたに今伝えようかどうか迷っていることね、悩んでいることを上でお伝えしましたが、それもねこう胸を張ってね、こう堂々と自信を持って伝えられるし、2人の関係も進めていけると、まあとにかくいい流れを作り出すことができる。でもこれがある以上はそのいい流れが作り出せないということではないと思うんですが、出しにくい状態になりますので、早くここを何とかしたいとまずは思っていらっしゃると思います。だからこっちの問題に専念するために一時的にあなたの元を離れるっていうことはあるかもしれません。ですがそれは問題解決のために取られた、策といいますかね、行動だと思いますので、決してねネガティブな理由でねあなたの元から離れていくっていうわけではないと思いますので、まあ、そこはね、応援してあげるぐらいの気持ちの方がいいのかなと。二人の関係としてもね悪くはならずにですね、進めることができるかと思いますので、まあ、そういった形でね、まあ、いろいろとこうね
あなたとの関係を早くこう発展させられるように、目的地に、ね、連れていけるように、いろんなね、努力をこれからも積み重ねていかれるんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ということで、こちらですね、はい、オウムのカードですね、もしくは A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回ですね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には、ね、相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はですね、この動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではですね、次にこちらのライオンのカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい、今回はあの人があなたに伝えようか悩んでいることというテーマでね、あなたが今気になっているお相手の方があなたにね、伝えようかな、どうかなというね、こう悩んでいることを見ていきたいと思います。はい、こちらのカードが出ました。今回ですね、カードといたしましては上のカードですね。こちらがお相手の方があなたに伝えようかどうか悩んでいることを表すカードになっています。対して下のカードですが、こちらはですね、お相手の方があなたとの関係のために今後ね、起こしていこうと思っている行動をですね、表すカードになっています。はい、ではですね、早速出たカードを見させていただきます。はい、はい、はい、ではですね、早速ですね、リーディングしていきたいと思いますが、まずはじめにですね、今回出た結果をね、見させていただいたところで言うと、そうですね、お相手の方があなたにですね、伝えようか悩んでいることとしては、あなたとの関係に対する信頼ですね。だから、まあ、これからも関係を続けていくのか、それとも、まあ、一旦ね、こう諦めるのかっていうことですね。で、まだお付き合いをね、始める前の方であれば、まあ、お付き合いに、まあ、進んでいくのか、それともね、今はまだお付き合いをせずに今の関係を続けていくということですね。それをこう伝えようかどうかっていうのを迷っていらっしゃるわけなんですね。これはあなたへの思いがブレた、まあ、だからなんでしょうね、こうあなたへの思いがちょっとこう、例えばなくなったりね、ちょっとこう揺れ動いたというよりかは、お相手の方自身が今とてつもないね、こう不安を感じていらっしゃるっていうのが出ているんですね。これはあなたとの未来に対しての不安というよりかは、自分自身の将来に対する不安をね、感じていらっしゃるわけなんですね。だからそういった不安を感じている中で、あなたとの関係を例えばこれから始めていったり、これからも続けていくっていうふうな時に、果たしてうまくいくのだろうかっていうふうにこう考えてしまっていらっしゃるわけなんですね。それは自分がとてつもなく今不安だから、うん、だからこれから先の、まあ、あなたとの関係をどうしていくのかっていうのをまず決めて、それを決めた時にそれを伝えるかね、進めていくなら進めていくで伝えるけれども、もしねちょっとこう続けられないとか始められないっていうことに関しては、本来はお相手の方もそれは伝えたくないと思うんですね。けれども今伝えざるを得ないような状況でもいらっしゃるので、どうしようかなっていうことを今悩んでいらっしゃるっていうのが出ているんですね、うん、だから仮にその良くない選択肢を取ったとしても、それはお相手の方の本意ではないということだと思いますので、うん、まだねこう伝えようとこう決めたわけではないので、すごく今悩んでいらっしゃるっていうね、状況だと思います。だから、まあ、このあたりね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていくと同時に、あなた自身がどうしていくべきなのかっていうのもね、お伝えできればなと思います。はい。ですのでね、まずは上のカードから見ていきます。こちらはですね、お相手の方が、まあ、あなたに対してね、伝えようかどうか悩んでいらっしゃることを表すカードになりますが、うん。まずですね、こちらのカードからね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。
このカードですね、まあ、まさに不安というね、意味のカードになっているんですけれども、まあ、絵をね見ていただきますと非常に分かりやすいのかなと思います。まあ、ここね、こう悩んでいる人がいますけれどもね、もう何でしょうね、こう髪をかきむしってね、もううつむいて、もう本当にこう何でしょうね、今こうネガティブな妄想といいますかね、ネガティブな考えばかりがこう思い浮かんでしまっている、まあそういった状況ですね。もうどうしようどうしようどうしようってすごいこう悩んでいるようなね、なんかこう声が聞こえてきそうな状況だと思うんですけれども、まさにこんな状態なんですね。もう外の景色を見る余裕すらもないという状態で、まあ、これがね今のお相手の方の現状を表しているのかなと。で、まあ、冒頭でもお伝えしましたが、これはねあなたとの今後を考えた時に悩んでいるというよりかは、自分自身の将来をねこう考えた時にすごくこう悩み不安にね苛まれているという状態なんですね。だからそれぐらい今お相手の方が置かれている状況というのが、まあ、危機的な状態であったりね、何かこうすごい衝撃的な出来事が起こってしまい不安を感じていらっしゃるのかなと思います。で、次ですね、こちらのカードを見ていきますが、このカード、これライトニングというねカードになりますが、これ稲妻というねカードになりますね。この稲妻というのは、まあ、膨大なエネルギーを表すカードになります。稲妻というのはこうエネルギーがチャージされて、そして一気にドーンとねこう、まあ、いわばこう落雷のような形で、ですねこうエネルギーが放出されているわけなんですけれども、まあ、このね大きなエネルギーを表しているわけなんですが、この大きなエネルギーをあなたのねあなたとの関係におけるポジティブな方向に、いわばこう発展させていく方向に本来は使いたいと思っていらっしゃったわけなんですね。けれども今すごい不安な状況だというふうにお伝えしました。その不安な状況の中でこのエネルギーというのはあなたとの関係を破壊してしまう方向で使いかねないと。例えばあなたに対してすごくねこうきつく当たってしまったり、それこそまあ衝動的な行動をとってもあなたのことをもう遮断する、もうブロックするということですね。そういったことにも使いかねない状態になってしまっているわけなんですね。だからそれぐらい今まあ本当にもうパニックに近い状態でいらっしゃるわけなんですね。本来のお相手の方だったらしないような行動も取りかねない、そういった状態になってしまっているわけなんですね。だからこのね良い方向に使うはずだったエネルギーを破壊的な方向に使ってしまいかねないので、だから今あなたとの関係を続けない方がいいんじゃないかと、ね、一旦まあこう、お休みとかですね、まあその一旦離れるっていうことをした方がいいんじゃないか、じゃないと大切に思っていたあなたのことをより傷つけてしまうからということで、今あなたとの関係の身体問題を悩んでいらっしゃるわけなんですね。だから離れるとしても、これはあなたのことが好きじゃなくなったから離れるっていうわけではなくて、あくまでもあなたを傷つけたくない、ね、あなたに嫌われたくないっていうのもあると思いますけれども、あなたをよりねこう悲しませたくない、一緒にいてなんかこうすごいねあなたのことを傷つけてしまうかもしれないから、それだったら離れた方がまだいいんじゃないかというふうにも感じていらっしゃっていて、それを考えると関係を続けていくべきなのか、今はちょっとこう諦めた方がいいのかっていうことに、ね、悩んでいらっしゃっていて、どちらを伝えようかなっていうふうに思っていらっしゃると。で、本心としてはこちらですね、はい、このカードは育てるという、ね、カードになります。まあ、育むとかもそうですけれども、本当はあなたとの関係をもっともっとね成長させていきたいっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。これが本心だと思います、だから本当はあなたとの関係を続けていく、まあ、続けるだけじゃなくてね、ちゃんとこう発展させていくっていうことを伝えたいわけですね。けれども今自分がとてつもない不安を感じているから、それができない、だから関係をちょっとこうね、諦めた方がいいのかなっていう考えも出てきて、それをこう伝えようかどうか悩んでいる。でもその続けないという方向を伝えるのはお相手の方もにとっても本意ではないのでね、だからなかなか伝えられずにいるということですね。だからもう完全に終わりを予感していらっしゃるわけではなくて、今の状態だったらばちょっと続けるのは厳しいのかなっていうふうに感じ始めているということですね。で、次こちらのカードを見ていきますが、このカードはファミリーカルチャーという、ね、カードになります。で、このカードが持っている意味としては、過去を振り返りこれから先どうしていくかっていうのを考えるという意味のカードになります。ですのでお相手の方、今ね
あなたと過ごしてきた今までの日々を振り返って、ね、その日々をもう一度手にしたいか、ね、まあ何でしょうね、こう、まあ、もう一度手にしていきたいかっていうと、まあ、それはもちろんね、育てていきたいというのがあるので手にしたいはずなんですけども、まあ、これまでのことを振り返りながら、これから先ですね、あなたにとって一番いい選択っていうのが続けることなのか、今は一旦離れるべきことなのかっていうのを今考えていらっしゃる、これからどうしていくのかっていうのを考えているっていうことですね。だからまだお相手の方の中で答えは出ていないと思います。続けるか諦めるかっていうね、けれども今どちらかで悩んでいるというような、まあ、状態なんじゃないかなと思います。はい、まあ、本心としては先ほどもお伝えした通り進めていくという方向ですね、そっちを選びたいわけなんですが、それができないぐらい不安を抱えている状態だということも出ているんですね。うん、はい、まあ、そういった葛藤が今ある中で、じゃあお相手の方ね、今後あなたとの関係のために、どんな行動をね起こそうと思っていらっしゃるのかということでね、下のカードを見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速見ていきますけれども、こちらのカードからお伝えしていきます。はい、このカードはですね、ペンタクルの10というね、カードになります。で、このカードがですね、持っている意味としては、満ち足りた環境ということであったり、生活や経済力の安定というね、意味のカードになります。すなわち、まずは自分自身の今ね、将来をすごくこう、まあ、不安に思っていらっしゃるっていうのがありました。だからまずは自分自身の生活であったり、まあ、あとは経済力ですね。これペンタクルというのはこのコインみたいなものをね表していて、お金を表すことが多いですので、その経済力の安定を成し遂げていきたい。そして満ち足りた環境を作り出したい。そうしないとあなたとの関係を育てていくことができないから、まずはそれを手にしたいっていうふうに思っていらっしゃっていて、それを手にするために必要な行動を起こしていきたい、そういうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。うん、だから、まあ、将来への不安をまずなくしたいということですね。うん、なくすために必要な行動を起こしていきたい、そういうふうに今は考えていらっしゃるのかなと。あなたとの恋を進めるよりも先に自分の不安を解消したいっていう思いが今は強いのかなと思います。はい、なぜならばこれを達成しないとあなたとの恋を始められないから、始めたとしてもうまくいくようなイメージが持てないから、だからスタート地点に立つためにも早くこれを手にしたいというふうにね思っていらっしゃるというカードになります。はい、そして次ですね、このカードを見ていきますが、はい、こちらのカードは戦車というカードになります。まあ、戦車というのはですね、まあ、すごくこう勢いよくね、前にまあ進んでいく、まあ、乗り物を表している通り、物事をね勢いよく、まあ、スピード感あふれる展開で進めていきたいっていうふうに、気持ちをね、まあ、表すカードになります。これは先ほどもお伝えした通り、まずは満ち足りた環境、安定した状況をつかむことで、あなたとの、ね、恋愛にもこうねスピード、まあ、加速させてていくことができると、まあ、大きく発展させていくことができるから、まずはこれを手にしたいっていうふうに思っていらっしゃるということですね。あとこの戦車というねカードには、まあ、戦車というのはなんかこう戦いのね場面で乗り物ですので、勝負事とかを表すカードでもあるんですね。だから勝負するべき時、勝負を仕掛けるべき時という意味も含まれています。だからお相手の方、今後ねその人生の何でしょうね、まあ、人生における大事なね、まあ、勝負にこう出られるんじゃないかなと思うんですね。うん、今はこう不安を抱えている状態ではあるとは思うんですけれども、それを一気に逆転させるような何かこう勝負に打って出ようというふうに思っていらっしゃるのかなと思います。で、その勝負の結果うまくいけば、このね安定した生活をつかむことができ、あなたとの関係を進められる。まあ、もしねこう失敗した場合だとすると、まあ、より一層ねまたこう悩みが深くなってしまって、まあ、ちょっとあなたとの関係にも、まあ、遅れがね生じてしまうかもしれないですが、いかんせん今の状態で何もしなければずっと不安を抱えたままなので、それをなんとか変えられるような勝負に出ようと思っていらっしゃるのかなと思います。はい、現状を変える勝負ですね。はい、で次こちらのカードを見ていきます。このカードはソードの9という、ねカードになります。まあ、これはですね、先ほどの
不安というねカードと、まあ、非常に近しいメッセージを持っているカードで、将来への不安であるとか憂鬱ということをね表すカードなんですね。だから、まあ、とてつもない不安を感じているっていうふうにお伝えしたのは、この2つが重なっていたからなんですね。とても大きな不安を感じていらっしゃるわけなんですね、お相手の方としては。だから、まあ、早くね、この不安をなくせるようにしていきたいっていうのが、今のね、一番のお相手の方の願いだと思います。そうしないことには、あなたも幸せにできないし、二人の関係も進めていけない。だから、一刻も早くこのね、不安から逃れたい。まあ、逃れられるようになりたいという思いですね。思って、今、日々過ごしていらっしゃるのかなと思います。だからこの不安を感じていなければ、あなたの気持ちにも、応えることができたり、あなたがお願いしていること、まあ、望んでいることも叶えてあげることができたり、いろんなね、恋を進めていくアクションを起こせるのに、それができないでいる自分に、まあ、ちょっとこう悔しさであるとかね、あとは不安を感じてばっかりいて、この先どうなるのかなと、あなたとの関係もどうなってしまうのかがわからないっていうね、そこでまたこう不安に不安が重なっているみたいなね状態なのかなと思います。はい。で最後こちらのカードを見ていきますが、はい、このカードはですね、神聖な導きでチャンスをつかむという意味のカードになります。神聖な導き、だから、まあ、神の導きですね。まあ、神様が導いてくれることで、まあ、チャンスが引き寄せられるということですね。神様によってチャンスがもたらされるということは、まあ、表す感になるんですけれども、もちろんお相手の方ね、今現状を変えるために努力をしていらっしゃるっていうのはあると思いますけれども、その努力だけではなかなか時間がかかってしまうので、何かこうね、一気に状況が好転するようなチャンスが訪れてほしいと。でそのチャンスを引き寄せるために日々ね、こうなんでしょうね、こう引き寄せていらっしゃるわけなんですね。そういったチャンスが来ますように来ますようにとね、こう祈りながら日々をこう過ごしていらっしゃるわけですね。だからその、まあ、祈りをね、あなた自身もこう手伝ってあげるのがまずいいのかなと。まあ、二人のね今後のことを祈るっていうのももちろん大事だと思いますけれども、まずはそのお相手の方の状況が良くなることをね、あなた自身も、祈りですね、まあ、その願いのパワーを送ってあげることで、実際にねお相手の方がこう悩んでいる状況から抜け出すことができ、それがゆくゆくあなたにもね帰ってくる、二人の関係が進展するというような形であなたにも帰ってくるようにはなるのかなと思いますので、まああなたとしてやるべきこととしては、まあそういった、まあ、祈りをねあなたもしてあげるっていうことと、まあこのカードね、まあ見ていただきますと、二人でね何かこう同じものを見つめている、まあこれがまあ祈っている姿を表しているわけなんですが、だからまあお相手の方をね、まあ、なんかこう外に連れ出せるような状態だったらばっていうことなんですけれども、なんかそういったね、まあ、成功祈願であるとかですね、まあ、あとは、なんかこうね願いが叶うようなスポットにこう連れて行ってあげて、一緒にこうね成功をお祈りするとかですね、何かこうパワーのもらえるものに、まあ、お相手の方を、まあ、触れさせてあげるということですね。まあ、そういったところにこうあなたが連れて行ってあげるっていうのが、まあ、一ついいのかなと思いますし、もしまあお相手の方をね連れていくことができないのであれば、せめてあなただけでもねそういった場所に行って、まあパワーを授かって、それをお相手の方に与えていくということですね。まあそれをしていく方がいいのかなと思うんですね。そうすることで少しずつお相手の方がその悩みから抜け出すことができて、このね満ち足りた環境ですね、安定したものをこう手にしていくことができるかと思いますので、まあそういった形でまあこうあなたなりにねこうできるサポートっていうのもしていくといいのかなと、まあ、ここから状況は、まあ、こう回復させていくことができるのかなと思います。はい、ということでね、こちらのライオンのカードですね、もしくは B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回ですね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人にはね、相談しにくいこととかもあると思います。まあそういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方は、この動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
それではですね、最後にこちらの馬のカードですね、もしくは死をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい、今回はですね、あの人があなたに伝えようか悩んでいることというテーマでね、あなたの気になっているお相手の方があなたにね伝えようかどうか悩んでいることですねが、まあ、どういったものなのかというのをですね見ていきたいと思います。はい、ではですね、こちらのカードが出ました。今回ですね、カードといたしましては上のカードですね、こちらがお相手の方がですねあなたに伝えようかどうか悩んでいらっしゃることを表すカードになっています。そして、下のカードですね、こちらに関しましてはお相手の方がですねあなたとの関係のために今後ですね起こそうと思っていらっしゃる行動についてを表すカードになっております。はい、ではですね、早速出たカードを見させていただきます。はい、はい、ではですね、早速見ていきたいと思いますが、まずはじめにですね、今回出た結果をね見させていただいたところで言うと、そうですね、お相手の方の状況を表すカードがねいくつか出ているんですけども、どれもねちょっとこう厳しい状況を表すカードが出ているんですね。ですのでお相手の方の心境としては今ちょっとこう恋愛どころではないというような状況なのかもしれないですね。あなたに対して伝えようか悩んでいることとしてはですね、決してね、そのあなたを傷つけるようなこととかね、あなたが嫌がるようなことを伝えようとは思っていらっしゃらないと思います。あくまでもあなたに対しては、誠実に向き合っていきたい。そういったね、お気持ちを表すカードは出ているんですけれども、だからこそ、あなたに伝えたくないことを伝えなくてはいけない。っていうね、状況でもいらっしゃるのかなっていうのがあって、だからそれを伝えようかどうかっていうのも本当最後の最後まで今も悩んでいらっしゃる、そういう状況なんじゃないかなと思うんですね。ですので、まあ、このあたりですね、それぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね、早速上のカードから見ていきたいと思いますが、こちらはですね、お相手の方が、あなたに対してですね伝えようか迷っていること、悩んでいることですね、が一体何なのかということなんですけれども、まずですね、こちらのカードからねちょっと見ていきたいと思います。はい、このカードサンクスフルというねカードが出ております。これ感謝というねお気持ちを表すカードになるんですけれども、まあ、あなたに対してですね、感謝の気持ちを抱いていらっしゃるわけですね。今まで自分の、そばにいてくれたことであったり、寄り添ってくれたことであったり、尽くしてきてくれたことであったりね、思い続けてきてくれたことであったり、まあ、味方であり続けてきてくれたことであったり、もういろいろね、もう数えきれない、ことを、まあ、があってですね、まあ、それぞれに対してすごいこう感謝の気持ちを持っていらっしゃる。そして全てをしてくれたあなたに対しても、感謝の気持ちを持っていらっしゃるということですね。だからあなたをこう裏切るようなことであったり、あなたをね悲しませるようなことっていうのはやっぱしたくないっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。あなたのことはすごく感謝している。まあ、それ感謝だけじゃなくてね、感謝から来るまあその愛情とかもそうだと思うんですけども、とにかくもう本当にあなたにはもう頭が上がらないぐらいの感謝する気持ち、ありがとうという気持ちですねを持っていらっしゃる中で、じゃあそのね感謝の気持ちを返していきたいとは思っていらっしゃるんですが、次ですね、このカード見ていきます。はい、こちらのカードはですね、最も大きな恐れというね意味のカードになります。すなわちお相手の方が一番恐れていた出来事とかですね、一番恐れていた事態が訪れてしまっている、もしくは訪れそうになっているという意味のカードになります。いわばお相手の方が一番来てほしくなかった最悪の事態に今なりそうになっている、なりかけている、まあすでになっている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、それが訪れてしまって恋愛どころではなくなってしまったわけなんですね。だからこれからあなたに対してその感謝の気持ちを返していこうとね、思っていた中で、ね、
それをもう返すどころか恋愛すらもこう続けていくのがちょっとこう難しい、恋愛どころではなくなってしまうような出来事が起こってしまったということを表すカードなんですね、うん、でそうなるとあなたに対してもその恐れていた出来事をね、こうなんでしょうね、まあ、あなたも2人のね今関係を続けていくことであなた自身もお相手の方の、まあ、ちょっとその最悪の事態に巻き込んでしまったりあなたにも迷惑をかけてしまう。だったらばこの問題は自分だけでね何とかした方がいいんじゃないかということでね、先ほどもお伝えしたように本当は今これからも関係を続けていってもっともっといろんなことをねあなたに対してお返しをしていきたい、だからそのためにももちろん一緒にいたいというふうに思っていらっしゃったわけなんですが、そういった事態が起こってしまったことで離れなくてはいけないような事態にもなりかけているわけなんですね。でじゃあその離れるっていうことをこう伝えるっていうふうになるとね、これ本当は伝えたくないことなんですね。お相手の方としては好きという気持ちがあるから、感謝という気持ちがあるから本当は離れたくないけれども、それを伝えなくてはいけない事態にもなりかけているということなので、それを伝えるかどうかっていうのは非常にこう悩んでいらっしゃるわけなんですね、うん、でまだやっぱりそこには抵抗していきたいというふうには思っていらっしゃるわけですね。離れなくてはいけない状況になりつつあったとしても、それをねこう何とか避けたいというかね、それに抗っていきたい、で状況をひっくり返していきたい、良い方向にねひっくり返していきたいというふうには思っていらっしゃると思います。というのは次のねこのカードを見ていく表すんですけれども、表してくれているんですけれども、これはですね戦略というカードになります、うん、戦略を立てているわけなんですね。計画を立てたり作戦を練っているというカードになります、うん、これはどんな作戦戦略なのかっていうと、あなたの元から離れなくてはいけないという事態を避けるための戦略ですね、うん、それを回避するための作戦計画を練っているということになります。だから本当に最後の最後までそれは抵抗していきたいというふうには思っていらっしゃるわけなんですね、うん、どんな困難な状況であったとしても諦めずにね、少しでも可能性があるのであればその可能性を広げられるような方法を取っていきたい、まあ、そういうふうにお相手の方思っていらっしゃるわけですね。だからそれぐらいあなたにはあなたとはこう離れたくはないと思っていらっしゃるというカードになります。で次ですね、こちらのカードを見ていきます、はい、このカードはスタッフという、ね、カードになりますが、これ杖という、ね、カードなんですが、この杖という、ね、カードに関しましては最初の一歩を踏み出すという意味のカードになります。 ですので、まあ、すでに、ね、この作戦というか戦略はもう練っていて、こう実行にこう移り始めているということですね、うん、あなたの元から離れていくということをね避けるための戦略作戦を一歩ずつ今進めていらっしゃると、まあ、スタートを切っているというわけですね、うん、だから、まあ、ここから状況はね、よくしていかれるとは思うんですけれども、今の状態のまま何も考えなければもしかしたらもうすでに離れていたかもしれませんけれども、それに抗っていこうということでね、小さな一歩かもしれませんけれども、そこからスタートしていってなんとか状況を好転させていこうというふうにね思っていらっしゃる、まあ、必死にこう抵抗していらっしゃるっていう状態ですね、うん、なぜならばあなたとはやっぱ離れたくない、あなたにはもっとこう返していきたいものがある、まあこれからも愛し続けていきたいっていうふうに思っているので、うん、そういった、ね、最悪の事態、あなたとの関係における最悪の事態もやっぱり免れたいっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね、うん、そういった中でね、まあ、やっぱり本当のもう最後の最後まであなたの元をこう離れるとかね、まあ関係を終わりにするっていうことはまあ言わないでおこうと思ってはいらっしゃるわけですね。もう本当に可能性がゼロになるまで 0.00001ある間は、まあ、やっぱりこう伝えたくない、本当にゼロになった時だけそれを伝えようと、まあ、伝えようというか、まあ、伝えざるを得ないっていうふうには思っていらっしゃるわけなんですが、今は必死にそこからそこを回避するためにね、うん、頑張っていらっしゃるというカードになります、まあ、カードというか、まあ、結果がね出ておりました、うん、じゃあその中でですね、下のカードを見ていきますが、お相手の方がですね今後あなたとの関係のために起こそうと思っている行動がね、一体どういったものなのかということを見ていきたいと思います、まあ、ここもねまだ一歩を歩み始めたばかりなので、まだ状況としてはちょっとかなりですね苦しいものではあるのかなとは思います、はい、
まあ、それぞれ見ていきますけれども、まずはこちらから、はい、このカードですね、塔タワーというカードのですね、逆位置になっております。まあ、このカードはですね、まあ、本来正位置の時には崩壊とかですね、破壊という意味のカードで、今まで大切に育ててきたものとか築き上げてきたものが崩れていくという意味のカードになります。まあ、こんな感じでね、塔にこう落雷が落ちてこう崩れていっている様子が、今まで大事にしてきたもの、ね、育て上げてきたもの、築き上げてきたものが崩れてしまうという意味のカードなんですが、まあ、これがね逆位置になりますと、まあ、崩れ切った状態を表したりもするんですけれども、まあ、いわば混沌とした混乱した状態に戸惑っているという意味のカードであったり、今の事態がちょっとお相手の方としては想定の範囲外すぎて、どうしたらいいのかが分からずに迷っていらっしゃるっていうことを表すカードになります。だから戦略を立てたものの、果たしてそれがうまくいくのかどうかっていうのがまだ分からなくて、すごく戸惑っているということですね。一歩ずつ、ね、この事態を回復させていくために動いてはいるものの、まだこれが今自分が起こしている行動が状況を本当に良くしていくかどうかっていうことに関しては、まだ、ね、その自信が持てていないということになります。で次ですね、このカードを見ていきますが、はい、このカードはですね、シャドーサイドという、ね、カードになります。でこのカードはですね、まあ、危機的状況であったりですね、悪夢が近づいているというね、まあ、もしくはもう悪夢のような出来事が起こっているというカードになります。で、まあ、先ほどね、最も大きな恐れということで、一番こう恐れていたことが起こり始めているっていうのがありましたけれども、まさにこんな感じですね。お相手の方で、この恐れていたものがもう迫っているわけですね。だからすごいこう悩んでいますよね。怯えている様子が描かれていますけれども、早くこのね、もう本当に悪夢のような、お相手の方にとって悪夢のような出来事からもういち早く抜け出したいというふうに思っていらっしゃるわけですね。だから早急に行動を取られたんだと思うんですけれども、もう本当にこうね、こんな怖い思いをする状態からはですね、抜け出したいというふうに思っていらっしゃる。だからそのための行動をこれからも続けていくということですね。で続きまして、こちらのカードを見ていきます。はい、このカードはですね、カップの7というねカードになります。でこのカードが持っている意味としては、迷いとかですね、自信のなさということを表すカードになります。すなわちお相手の方、まあ、最悪の事態が訪れてしまったことで自信を喪失してしまったわけなんですね。ですのでそれによって判断力が低下していたり、決断力も低下している。だから本来だったら迷わなかったことにも迷ってしまっているわけなんですね。自信がないから、皆さんも経験されたことあるかもしれないですけど、自信がある時っていうのは、なんかこうね、すんなりとなんかこう迷わずにね、複数の選択肢があってもこれかなっていうふうにね、こう選び取れたりもすると思うんですが、自信がない時って、あれ本当にこれを選んでいいのかなとかね、なんかそういうこう迷ってしまうことってあると思うんですね。まさにお相手の方今そういう状態なんですね。本調子のお相手の方だったら迷わないことにも迷ってしまっているわけなので、まあ、早くね、こう自信を取り戻すっていうことが、このね、悪夢のような状態から抜け出すためには必要になってくるので、あなたとしてはそのお相手の方の自信を回復させてあげるというのが重要になってくるのかな、必要なこうケアになってくるのかなと思います。はい、でその中でね、次にこちらのカードを見ていきます。このカードはですね、助けを求め受け取る勇気を持つという意味のカードになります。すなわち今までのお相手の方というのは、そういった困難が訪れたとしても、あなたには力を借りず自分で何とかしようというふうに思っていらっしゃったわけですね。で実際にそうされていたのかもしれませんけれども、今回の状況に関してはもう自分一人ではもう何とかできるような状態ではないぐらいの大きな出来事が起こってしまったわけなんですね。でもそれでも、まあ、自分一人の力で乗り越えようと思って戦略を立てて、ね、こう行動に移していらっしゃるわけなんですが、ただやっぱこう客観的に見た時に、お相手の方一人の力ではなかなか乗り越えるのが難しい事態が起きてしまっているわけなんですね。そこであなたに対して助けを求め、そのね、まあ、あなたからの、その例えばアドバイスとか、ね、何でしょう、こうサポートとか、
ですね、を受け取る勇気を、まあ、持とうとしていらっしゃるわけで、まあ、あなたに、まあ、いわばこう助けてほしいと思っていらっしゃるわけなんですね、うん、だからこれからもしかするとお相手の方、今まではそんなことをされてこなかったかもしれないですが、もうそんなこともね、こうプライドで意地を張っているような場合ではないということでね、あなたにこう助けを求めてこられるかもしれません。でそこで大事なのはあなた自身がですね、まあ、どういった形でお相手の方を助けていくかっていうことが大切になってくるわけなんですけれども、うん、まあ、ここで重要なのは、まあ、お相手の方と同じ目線に立ってあげるっていうことが重要だと思います。今ね、お相手の方が抱えていらっしゃる悩みとか問題というものは、実際にあなた自身はこれまでに経験のしたことがないことかもしれません。けれども、そうだったとしてもね、自分が仮にお相手の方の立場だったら、どういった、まあ、助けが必要かなとかですね、どういったことを言われると、まあ、例えば元気になれるかなとかですね、励まされるかなとかね、力がですね、まあ、こうみなぎってくるというかね、うん、どういった寄り添い方をされるとすごく今は助かるかなとかですね、そういった同じ目線に立ってあげて、まあ、アドバイスなり、そのサポートなりですね、うん、まあ、あとは応援とかね、支援とかをしてあげるっていうのが重要になります。でその同じ目線に立たずに、まあ、こんなことをした方がいいんじゃないのとかですね、なんかこうちょっと上からな言い方になってしまうと、さらにね、そのさらにというかお相手の方との間にそのトラブルがね起こってしまうのかなと、自分の気持ちなんてどうせ理解してくれないんだっていうようなね、うん、その感情的にお相手の方がなられてしまい、まあ、余計なね、この本来まあこう起こさなくてもいいトラブルにつながりかねないというのがありますので、いかにあなた自身が経験したことがない状態だったとしてもですね、うん、同じ目線に立って同じ立場に立ってみて、どういったことをしてもらうのがいいのかなと、そう、もし自分がお相手の方の立場だったら、あなたがどんなことをしてもらえると嬉しいかなとかね、うん、それを考えてみて、実際にあなた自身もやっていくことで、まあ、お相手の方も救われる思いになってですね、まあ、実際にこの苦しい状況からも抜け出すことができ、まあ、それこそね、まあ、自信を取り戻されて迷わなくなる、ね、判断力や決断力というのもこうね養われていって、事態をこうね逆転させるようになっていかれるんじゃないかなと思いますので、ここね、あなたに対しては もしかしたらそういったね、今まで見せなかった弱みの部分をこう見せて、それでも助けを助けてほしいと思われる、まあ、助けをね求めてこられることもあると思いますので、その時には今お伝えした同じ目線に立って助けてあげたり、まあ、受け取る勇気ということですとね、あなたのアドバイスもねこう聞き入れる勇気を持たれるということなので、何かこうアドバイスをしてあげたりですね、そういったことをしていくといいのかなと、うん、本当にこう2人にとっても最悪の事態を回避することができるようになっていくんじゃないかなと思います。はい、ということで、こちらですね、馬のカードですね、もしくは C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回ですね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしですね、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人にはね相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はですね、この動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。